です。オーケストラアンサンブル金沢のアーティスティックリーダーに指揮者の広上淳一さんが就任します。オーケストラアンサンブル金沢は今年9月から始まる新シーズンの概要を発表し記者会見しました。今回新たに設けられるアーティスティックリーダーに広上淳一さんが就任します。広上さんは指揮者として国内外で活躍し、大井圭とも20回以上共演した実績があります。多くの老若男女のお客様にオーケストラ、オラガ町の金沢のオーケストラっていいね、ホールっていいね、 JR の駅からすぐだね、じゃあみんなでレストランや居酒屋に行く気持ちで月に1回はあそこ行ってみようかというようなオーケストラになってもらいたいために、まあいろんなことを考えています。クラシック音楽に対する敷居を下げたいと語る広上さん。9月には世界的に活躍するバイオリニストの神尾真由子さんを迎えて就任披露公演を行います。大井圭の新シーズンは66公演が予定されています。